はい、皆さんこんにちは。今日はお腹周りサイズダウン6分間トレーニングです。一緒に頑張りましょう。最初は腕を上げ下げした腹筋を行います。仰向けになり、股関節と膝は90度にしっかり曲げ、すねは床と平行にします。足首は伸ばした状態で胸を折るように腹筋をしていきましょう。胸を上げるときに呼吸をしっかり吐き、戻すときに吸うように連動させながら行います。骨盤や腰椎を安定させながら行いましょうね。次は両膝を曲げた状態でレッグレイズを行います。腕は体側に伸ばし、骨盤は安定させます。膝は90度のまま、その角度を変えないように股関節からアップダウンさせていきましょう。足を下ろすときに呼吸を吸って、戻すときに吐いていきます。足を床に下ろすとき、腰が反らないように注意しながら繰り返しましょう。次はシングルレッグストレッチです。胸は上げ、肩甲骨は床から離した状態をキープしながら、左右交互に膝を曲げ伸ばししていきます。呼吸は吐きながら足をチェンジしていきましょう。骨盤は安定させ、動かないように体幹を使いながら、左右の足の高さはできるだけ揃えます。伸ばす足は股関節からしっかり伸ばしましょうね。次は膝曲げサイドプランクです。肩の下あたりに肘が来るように、腕でマットを押しながらお尻を上げ下げしていきます。下の脇腹が床に落ちないように体幹で支えていきましょう。お尻を上げるときに呼吸を吐いて、戻すときに吸うように連動させていきます。次は先ほどの反対側を行いましょう。下側の脇を締めるようにして、肩甲骨も安定させておきます。お尻をアップした時、少し止まってそれから戻します。肩が上がらないように注意しながら行いましょう。
がラストのトレーニング、コークスクリューです。骨盤、背骨、肩甲骨を安定させたまま、足を天井に伸ばします。吸いながら骨盤から足を倒し、吐きながら下に半円を描いて、反対側に骨盤を倒し、その後センターに戻ります。足を倒す角度の目安は、肩甲骨がマットから剥がれない場所で OK です。左右交互に繰り返しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。今日は以上で終わります。